セゴエは、マイクロソフト社が使用する書体の一つである。マイクロソフトのセゴエの様々なロゴへの、使用マイクロソフトの2012年以降の、ロゴマイクロソフト Windows のロゴオフィス2013以降で使用されている、マイクロソフトオフィスのロゴマイクロソフト社は、セゴエを、オンライン、印刷商業媒体の両方で使用しており、Windows Vista や、マイクロソフトオフィス2007、 それ以降に発売された同社の製品のロゴなども含まれる。2012年以降、マイクロソフト社はセゴエを同社の社名ロゴに使用している。加えてセゴエ UI と呼ばれるセゴエの派生フォント群は様々なマイクロソフト社の製品で使用されており、マイクロソフトオフィス2007や Windows、Live Messenger2009 のような同社製のアプリケーションにもこのフォントが使用されている。 英語版の Windows Vista と Windows 7では、デフォルトのシステムフォントとして設定されている。2013年現在、セゴエ UI は、フォトメールに代わる Web、メールソフトとして導入された outlook.com のユーザーインターフェースでも使用されている。セゴエおよびセゴエ UI は、ラテン文字、ギリシャ文字、キリル文字およびアラビア文字用のフォントであり、日本語や中国語などのグリーフは含まれない。 日本語版 Windows 7のデフォルトのシステムフォントは名利用となっている。セゴエはもともとモノタイプイメージング社により開発されたが、現在その名前はマイクロソフト社が商標を保有している。セゴエは当時モノタイプ社に勤めていたスティーブ・マッテソンにより考案された。マイクロソフト社はタイプフェースやユーザーインターフェースのフォントとして使用するライセンス契約を結び、 温かみがあって読みやすい文字としてデザインされた。マッテソンはセゴエを元にした様々な書体やイタリック体を生み出していた。2004年、マイクロソフト社はセゴエの特定のフォント及びそのイタリック体フォントをオリジナルのフォントであるとして欧州連合で登録商標及びデザイン特許の登録申請を行った。ドイツのフォント制作企業であるライノタイプ社は マイクロソフトのセゴエ UI が、ライノタイプの開発した、フラティガーという書体に告示しているとして抗議した。EU への特許申請書の中で、マイクロソフトは、ライノタイプがフラティガー及びその派生フォントを2004年以前に発売していたことを示すことができなかった、と主張した。EU は、マイクロソフトの主張を退け、2006年2月に、マイクロソフトの特許申請を却下した。 マイクロソフトはこの判決に対して控訴することはなかった。マイクロソフトは現在でもアメリカ合衆国のデザイン特許を様々な背声をベースとしたフォントに適用している。同じ時期となる2004年の終わり頃、6年間アグファの子会社だったモノタイプ社は TA アソシエーツ社に買収され、会社名をモノタイプイメージングと改めて運営することとなった。その後、 2006年8月にモノタイプイメージングが、ライノタイプを買収した。2006年の終わり頃にマイクロソフトのセゴエ特許の正当性に異議を唱えたライノタイプは、当初マイクロソフトにセゴエを許諾したモノタイプの全額出資者が医者だった。上から順に、セゴエ UI、フラティガー、セゴエの違いセゴエ UI とフラティガーではいくつかの文字で、全く違う形を採用しており、 フラティガーよりも低解像度のスクリーンにおける仕様において大きな違いが反映されるようになっていた。しかし、ウルリッヒ・スティールは、これらの違いの多くは、セゴエ UI の新しい版で導入されたものであり、初期のセゴエ UI は、フラティガーに酷似していると指摘した。2005年11月、マイクロソフト社のタイポグラフィグループを統括していた、サイモン・ダニエルズは、オリジナルのセゴエフォントは、 マイクロソフトのため、マイクロソフトの手で作成されたものではなかった。初期のデザインは、ライゼンス契約をしていたモノタイプ社によるものであり、異なるプロセス、アプリケーションやデバイスへの搭載過程の中で必要に、応じてカスタマイズし、フォントの拡充、拡張を行ってきたと述べた。2006年4月、マイクロソフト社の広報担当者は次のように述べた。 アメリカ合衆国の著作権法の下では、機能テキストフォントの抽象的な文字の形は、著作権が適用されず、フォントに含まれるプログラミングコードにのみ著作権法が適用される。これは、クローンフォントの作成と配布を可能にした。セゴエ UI は、UI 用に使用されているセゴエフォント群の一つである。セゴエ UI は、モノタイプイメージングが開発した。 セゴエを UI 用にリメイクしたもの。それまでのタホマや MacOS における UI フォントであるルシダ・グランデとは区別される。セゴエ UI はクリルタイプに最適化されている。Windows Vista 以降では標準フォントサイズが9ポイントに増えている。Windows Vista でセゴエ UI が初めて導入された。ラテン文字、ギリシア文字、キリル文字。 アラビア文字を含むユニコード4.1カバレージが導入されており合計2843のグリフが含まれている。Windows 7ではセゴエ UI ライトとセゴエ UI セミボールドが導入された。Microsoft Office 2013以降をインストールするとセゴエ UI セミリットが自動的にインストールされる。セゴエ UI の旧バージョンと 新バージョンの明確な違い Windows 8においてタイポグラフィが大幅に変更され、セゴエ UI セミリットが導入された。ヘブライ文字、アルメニア文字、グルジア文字、初期キリル文字といった文字が新たにサポートされるようになり、オパンタイプの遺体型も含まれた。セゴエ UI ものセゴエ UI ものはセゴエ UI の等幅フォントである。これはラテン文字、ギリシア文字、キリル文字、 ヘブライ文字、タイ文字、地図記号などの記号をサポートしている。このフォントは、レギュラーと、ボールドの2種類のウェイトフォントがある。イタリック体は実装されていない。セゴエ UI シンボルセゴエ UI シンボルは、地スのコマやカードの数と、ダイス、数学記号、矢印記号、OCR、点字、オガム文字、ルーン文字などのような等幅のセゴエ UI を含むフォントである。しかし、 これは記号をエンコードしたフォントの代わりに、ここのユニコードのコードポイントに対して割り当てられた、記号を使用したユニコードでエンコードされたフォントである。U プラス2546のグリフが、U プラス2545と同じになっているバグがある。セゴエ UI ベリアブルセゴエ UI ベリアブルは、Windows 10 Insider Preview Build 21376でテスト導入されたフォントで、 セゴエ UI をベリアブルフォント化した最新バージョンである。Windows XP 向けの単体のセゴエ UI、インストーラーは提供されていないが、Windows Live Messenger や Windows Live Mail をインストーー、セゴエプリントは、モノタイプイメージングの社員であったブライアン・アレンの手書きの書体をベースとしたフォントであり、カール・クロス・グローブ、ジェームズ・グリー・シャバー、カール・ロイスルドにより開発された。 このフォント群は2種類のフォントが含まれ、イタリック体は実装されていないが、WGL キャラクターセットをサポートしている。セゴエ UI と共に、Windows Vista から導入された。The Article of Cat in English, Wikipedia for Sample of Segoe Script Segoe Script は、カール・クロスグローブが開発したフォント群で、ブライアン・アレンによる手書きの書体を元に作成されており、筆記体で見られる。 ヒッチ部分を含んでいる。これは、モノタイプイメージングにより、製品化された。代替用パンタイプ機能を使用することで、実装されていない文字に関しても、表記可能になっている。このフォント群は2種類のフォントが含まれ、イタリック体は実装されていないが、WGL キャラクターセットをサポートしている。セゴエ UI と共に、Windows Vista から導入された。セゴエチェスは、 チェスフォントとして使用されるフォントで、スティーブ・マッテソンとジム・フォードがデザインを行った。マイクロソフトオフィス2007、2010に含まれている。セゴエメディアセンターは、ウィンドウズメディアセンターで使用されているフォントであり、レギュラーとライトとセミボールドの3種類がある。このフォントは、オリジナルのセゴエと似ているが、クリルタイプレンダリングに対して最適化されていない。セゴエ t は、 m s MS n t b で使用されているフォントである。3セリフによる大文字の i や大文字の q において右下に引く線がまっすぐであることなどオリジナルのセゴエと非常に似通っている一方で i や j などはデザインの一新が行われている。セゴエニュースシンボルは天気予報や12星座の記号、カードの数とダイス、スターマーク、チェックボックスなど新聞紙で 一般的に使用されるような記号を収録したフォントである。セゴエ WP は Windows Phone 7で使用されているフォントである。セゴエ WP は Microsoft Visual Studio 2010においても使用されている。セゴエ UI は常で使用されているセゴエと類似したフォントである。セゴエ UI とリーロウェイディを使用した同じ文面の比較セゴエやセゴエ UI によるラテングリフは 以下のマイクロソフト社のフォント群にも見ることができる。マルグンゴシック、ビナンセグロテー、ビナンミヤビクロ、ギシャ、リーロウェイリ。Windows 7では、これらに加えて、アブリマ、クメール UI、ラオ UI、マイクロソフトニュータイル、マイクロソフトファグスパ、マイクロソフトタイレが実装されている。これらのフォントでは、いくつかのグリフの形が、セゴエ UI やフラティガー、ミリアドモデルから、 大幅な変化を遂げており、いくつかの点で、実際の書道で用いられる書体に近くなっている。ギシャやリーロウェイディでは大文字の M は、頂点部分が伸びて、幅が狭くなり、I や L に上下に、横棒がつき、大文字の I はセリフ体でなくなる。これらの文字は、セゴエ UI イタリック体でも見ることができる。セゴエファミリーは、Windows XP メディアセンターエディション2005や、 マイクロソフトワードビューワーやマイクロソフトパワーポイント、ビューワーにも含まれている。セゴエの初期のバージョン、おそらく評価版が、スセリナックスの特定のバージョンに含まれている。モノタイプ社のライセンスの下でセゴエを使用した、最初の会社は、カナダの電飾看板企業スカーラであった。2005年6月7日、スカーラは、セゴエはライセンス問題のためインフォーチャンネル製品で、 使用しないと発言した。スカーラはセゴエフォントの代わりにビットストリームベラフォントを使用した。マイクロソフトはプリントアドフォー、マイクロソフトダイナミクスビジネスマネージメントソリューションズ、ブリーフディスクリプションと呼ばれるパッケージをマイクロソフトダウンロードセンターに掲載していた。このパッケージはセゴエのトルータイプとポストスクリプトタイプ1ベータバージョンが含まれていた。 当時の名称はアグファモノタイプであった。ウルリヒスティールはフォントプラグマティズムの批判者であり、自身のサイトにおいてライノタイプ者やアドビ社の批判を行っている。現在のモノタイプイメージング者。東、ヨーロッパやトルコの文字を含む。Windows 7から Windows 10プレビュー版のバージョンすべて。フォントの FF スカーラとは関連性はない。ABC。 フォント、メ名利を止めるよ、UI。msdn.microsoft.com。2013年2月15日閲覧。Microsoft debuts, New Logo Before w i n d o w s 8, by, Dina Base, Business Week August 23, 2012, Designs d e p a r t m e n t Invide Television, Decision of the Invide Television. Office for the Harmonization in the Internal Market.2013 年2月15日、閲覧。モノタイプイメージング。モノタイプイメージングはクワイアーズライノタイプ。モノタイプイメージング。2013年2月15日、閲覧。デザイナー製ズビスタフォントイズオリジナルハットセゴエ。UI1997-2003VS セゴエ。 UI2005 ハットサイモンダニエルズ I guess no one cares about f o n t s Unoffice user interface blog MSDN ボグズ2013年2月15日閲覧 Brian l i v i n g s t o n is Microsoft svsta font just a copy d a t a m a t i o n e a r t h w e b c o m 2 0 1 3年2月15日閲覧 モノタイプイメージングブリングスフォンツ2。マイクロソフトオフィスウィンドウズビスタプロダクツ。ir.mono-type-imag-ing.com。Com. 2013年2月14日閲覧。ニューフォンツインウィンドウズ7ベータ。マイクロソフト .com。2013年2月15日閲覧。プリーブイングザニューバーチョンオブセゴエ UI。 2013年2月14日閲覧。セゴエ UI ゲッツ、エートルフェイスリフトインウィンドウズ8。2013年2月14日閲覧。モアオンセゴエ UI インウィンドウズ8。2013年2月15日閲覧。オクチリチャートウィンドウズ8。システムスクリフトアオホインビスタウントナナナントソン。スコアブで26マーチ20122012年10月5日閲覧。 21new Type Issues in Windows 7news.office-watch.com2013 年2月15日閲覧 Script and Font Support in Windowsmsdn.microsoft.com2013 年2月15日閲覧 Monotype Imagine OEM Font Catalog Segoe Print モノタイプイメージング。2013年2月15日。閲覧。ロングジャン、ゼゴエ、ザニューズネフォント。ISTARTEDSOMETHING.com。2013年2月15日。閲覧。スカーラテクミディアレプリーズドツーアナウンス。インフォーチャンネル3リリース7.4。TECHMEDIA.com。E C H M e D I A. Com au, 2013年2月15日閲覧。ダウンロードザフルセンゴエフォントコレクション。オフィシャルマイクロソフトブランディングタイフイス。istartedsomething.com。2013年2月15日閲覧。ありがとうございます。